Video Diary May the 11th, 2019 by Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan ビデオ日誌2019年5月11日林博史です。こんにちは。今朝ある方とこんな会話をしました。世の中には器用な人と器用でない人がいますが、この場合器用というのはですね、人付き合いの器用さを言います。子供の世界でもそれが問題になることがあります。例えばですね、大変才能って言いますか、知的能力に恵まれた子供っていうのはいます。英語では Gifted Children って言います。まあ、まさに神に与えられた子供という意味ですね。神に知恵の知識って言いますか、ね、知恵の才能を、知恵の才能ということもおかしいですね、まあ、遠回しの言い方になりますけども、分かりやすく言えば頭の良い子ということになるわけですけども、その頭の良さというのは神によって与えられたという意味でね、 Gifted Children と言います。日本では簡単に天才児と言います。そういう子供というのはいます。それはいるものはいるんであってどうしようもないわけです。まあ、現に今私がまあね、ずっと指導している子供一人いるわけですけども、 S 君という子供なんですけども、お母さん自身ももうすでに天才児と認めています。今小学校5年生ですけども、まあ、とんでもない力を持ってますね。はい、まあ、それはそれでいいんですけども、その子供についてではありませんけども、要するにそのタイプの子供というのはですね、まあ、つまりは学校生活っていうのは全然面白くないわけですよね。つまらないわけです。簡単すぎてつまらないということよりもですね、まあ、その子にしてみればですね、まあ、例えて言うならばですよ、あたかもなんて言いますか、まあ、そういう言い方は失礼かもしれませんけども、そういう子供はいることはいるわけです。はい、まあ、特に私そのお子さんをですねずっと指導させていただいてますけども、時々その子供の中に自分自身を置いてみるんですけども、まあ、こういう子供であるならばですね、周りの世界がつまらなく見えるだろうなということになるわけです。で、その子の S、まあ、S 君なら S 君でいいわけですけども、 S 君は話は別としてですね、そのタイプの子供っていうのは得てして器用じゃないんですよね。人付き合いが。ですから得てしてと言いますか、多くの場合ですね、学校の先生にも嫌われます。一般には生意気というレッテルを貼られるわけですよね。教師というのもこれまた因果な商売でしてね、商売です。ある、まあ、レベルを超えたって言いますか、もっと分かりやすく言えば自分自身の知識能力のレベルを超えた子供というのは、教師にもいくら大人であっても、いくら先に生まれた人であってもですよ、先生であってもですよ、理解できないわけです。ですから、まあ一般には生意気な子供というようなラベル、レッテルを貼るわけですよね。で、まあ先生にもはっきり言えば嫌われるわけです。教えにくい子っていう感じでね、理解できないから嫌われるということになるわけです。同時に友達の世界からも浮いてしまうわけですよね。今までそういう子供っていうのを、そうですね、ざっと見て、そうですね、4、50人は教えた経験がありますね。まあ、その中でも、まあ、特に優れた子供っていうのは5、6人だったような気がします。で、そういう子供でもですね、器用な子供と不器用な子供といるわけです。器用な子供というのはですね、自分自身のレベルを下げて落として適当にうまく付き合っていくタイプの子供なんですよね。しかし、まあ全然落ち着かないと言いますか、窮屈で孤独感というのはこれは癒しようがないですね。あと、まあ、例えて言うならば、まあ、猿の世界に落とされた人間のようというふうに考えても良いのではないでしょうか。
周り全員猿ということになるわけですよね。それでも猿の世界で猿同士と仲良く付き合っていくということも、まあ大切といえば大切なんですけども、それができる子どもとできない子どもといるわけです。一方、まあ一方っていうわけでもませんけども、じゃあできない子どもはどうなるかって言いますと、今言いましたようにかなり苦しみますね。また日本の学校教育の仕組みの中では、そういう子どもをですね、まあ教える仕組みもなければ、まあ、指導体制が整っているわけでもありませんし、確立平等教育っていうのが大前提になってますから、まあ、そういう子どもに対して特に配慮するということもないわけです。まあ、それはある意味で日本の未来、社会にとっては大きな損失ということになるわけですけども、まあ今ね、お子さんお持ちのお父さんお母さんも多いですけども、そういう子どもっていうのは本当に何百人に一人、ひょっとしたらっていうよりもっと少ないかもしれません。ですからそういう子どもにしようとか、自分の子どもはっていうふうに、まあ、思われる方も多いと思いますけども、まあそれはそれとしてですね、そういう子どもがいるというわけです。まあ、そういう子どもはですね、まあ、要するに器用な子どもとそうでない子どもといると。で、器用な子どもは器用な子どもで、まあ、それなりにうまくやっていくわけですけども、器用でない子どもっていうのも一方にいてですね、いわゆるまあ孤立してしまうということですね。私が覚えている子どもに、昔もう20年近く前ですけども、 F 君という子どもがいましたね。もう小学校私教えていたんですけども、小学校 4,5 年の時には高校の教科書を使ってましたから、数学ですけどもね、私高校の教科書って言いますかね、あの教科書も役に立たないんですよね、あれね、ああいうことも教える時には。まあいいんですけども、いろんな教え方がありますけども、高校のいわゆる数 2B あたりから入っていく、わけですけども、スラ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 と解いていくんですよね。感覚的に解いていくんですよ。まあ要するにギフティッドチルドランということになるわけですけども、ギフティッドチャイルドになるわけですけども、ところがですね、その子供は国語、算数、理科はできるんですよ。ところが社会とか国、あ、ごめんなさい、算数とその当時理科とはできるんですよね。ところが国語と社会がダメなんですよ。ダメということはもう全然や興味を持たないんですよね。ところがですね、日本の受験制度の中では、まあ、5教科っていうのがありますから、結局は総合点で来ますから、総合点ではまあ普通よりはいい成績を取っていてもですね、例えば数学理科で50、50取ったとしてもですね、他の3科目が2科目が足を引っ張りますから、まあ中学受験で損をするという言い方が正しいのでしょうか。今の日本社会の中においてはね、高校受験においてもやはり損をするということになるわけです。で、まあ、お父さんお母さんが大変裕福な方だったもんですから、まあ、R という東京のね、名前出していいのかな、まあ、R という私立中学を受験させることにしたわけですね。ところがそこは今言いました4教科なんですよ。で、お父さんお母さん迷いましてね、北海道の、まあ、お母さんがそうそう函館というか北海道の出身だったということもありましたんですけども、函館の R 中学校へ入学しました。受験科目数が少ないということでね、数学が飛び抜けてできるということでね、まあ、その後その子供のことは音信はありませんけども、結局、まあ、そういう形で日本の受験制度の中では、まあ損得という方は本当に語弊がありますけども、損するということになるわけです。まあ、その子の場合はですね、いわゆるまあ不器用な子供だったわけです。大変不器用な子供だったんですね。で、先生には嫌われる、生意気だ、何でもあの一言二言でペンペンとやり返してしまうもんですからね、その先生としてはまあカチンカチンと来るわけですね。その子がギフトチャイルドということが理解できないわけです。一般世間で言いますと、まあ、こういう言い方も失礼な言い方になるかもしれませんけども、利口な人からは利口な人も分かるんですよ。利口な人からはおバカな人がよく分かるんですよ。ところがおバカな人からは利口な人が分からないわけです。
で、おバカな人はおバカな人がまたこれまたわからないわけですよね。まあ、そういうその人間関係においてはそういう仕組みができているわけですけども、要するに先生と言われる人でもですね、まあそこそこに勉強できて、そこそこにの大学入って、そこそこのっていう先生も実は多いわけですよね。で、そういう先生からしてみると、そういうギフトチャイルドっていうのは、ギフティッドチャイルドっていうのは理解できないわけです。で、まあ、先生からは散々ひどく言われていたみたいですね。で、学校行くのは嫌だとか言い出したし、まあ、いろんな問題があったんですよ。で、私のところへずっと来ていたんですね、その子供はね。まあ、そういう関係で、まあ、この浜松市内の、まあ、私はまあ、ね、中学校でまで過ごして、高校からまあね、いわゆる普通の受験教育を受けて、受験指導を受けて、そして、まあ、進学校に入った方がいいんじゃないのって話を進めていたんですけども、まあ、お父さんお母さんがですね、まあ、ということで結局函館の R 中学へ入ったわけですけども、それはつらかった、つらい日々だったと思いますね。不器用ですからね、うまく相手に合わせて、まあ、バカなふりをしてね、バカな人間としてレベルを落として付き合っていくってことができないタイプの、静かでね、静かで穏やかで、まあ、なんて言いますか、目立たなくてって感じの子供ですから、やりきれなかった部分もあるんじゃないのかなと思いますね。まあそういうことで、まあ、その指導の中では大変、まあ、ある意味ではね、私はそういう子供は好きなんですけども、はい、今も一人来てるんですけどもね、先ほど言いました子供がね、いつも寝転んで勉強してますからね。そしてそのまあいろいろありますけど、それ今日の目的じゃありませんから、それはそれとしてですね、まあそういうことなんですよ。要するにそれがですね、今日たまたまある方と話題になって話をしたんですけども、まあ要するに器用な子供と不器用な子供がいるんですよっていう形になりますけども、まあ皆さんはそうどうかということになるわけです。これはどうしてそういう話になったかというと、その前に一つこういう話があるわけですよね。例えば今私が解いているような謎の点と線の話というものはですね、ある意味で大変こう飛び跳ねたといいますかね、まあ、人間社会を超越した話ということになるわけです。それがまあね、天才児というわけじゃありませんけども、同じようなその問題というのがやはり常に、まあ、私たちの周りでは起きるわけですよね。まあ、その同じような問題ということは、結局は私たち、まあ、この私の動画をご覧になってくださっている方はですね、ある意味で社会から、一般社会、一般的なね、まあ、この普通の社会からはもうはみ出てしまっているわけですよね。で、その時に器用な人と不器用な人がいるわけです。まあ、器用な人はですね、まあ、私なんかその器用な人間ですけども、まあ、そういうこと関係ない人とはですね、ガーンとレベル落として、そして適当に話すということができるわけです。例えば A さんがね、今年の正月はどこどこ神社で車のお祓いをしてきましたよなんてね、例えば言ったとしますよね。そうしますと、まあ、私はいろいろ言いたいし思うこともありますけども、ああそれよかったですね、交通事故ね、会うの嫌ですからってな感じで、まあ、今年1年間はね、無病息災、事故もなし、ね、ということで、かなり安全で過ごせればいいですよって感じで、レベルを落として、まあ、レベルを落としてると怒られますけどもね、まあ、要するにそういう話が、私の場合は平気でできるタイプの人間なんですよ。つまり器用な人なんですよね。ところがそうでない人は、ん?何言ってんだ?ん?って感じで、自分の心の中で、その相手の言ったことを繰り返し反芻しながらですね、結局は否定してしまう。もっと分かりつけば、まあ、拒絶反応を通して、そして遠ざかってしまう。まあ、不器用な人はそうなんですね。ですから、まあ、私の動画をご覧になっている方の中にもですね、器用な人、不器用な人っていうのがいらっしゃるんじゃないかと思いますけども、まあ、この世界ね、分からない、私は私、あなたはあなただしね、それぞれが皆さん、それぞれの価値観、思想、哲学、宗教観を持っていらっしゃるわけですから、まあ、それはそれとしてですね、まあ、適当にやっていくということも、まあ、人間生活、人間社会においてはですね、大切とは言いませんけども、必要なのかもしれませんね。またそういう視点で自分を眺め、
相手を理解してあげて、そしてまあ適当にやっていくということですね。それでうまくいくんならそれはそれでいいことではないでしょうかね。あとはまあそれ以上のことは踏み込まないということですね。はい、それが私の信条ということになりますけども、信条といいますか一つの生き様の、ポリシーということになってますけども、要するにまあ器用な人と不器用な人がいるんだよって話をね、まあたまたまそんな話になりましたので皆さんに紹介しました。と言いますか、今日のテーマはねそれじゃないんですよ。それじゃないんですよね。その時にまあある方と言い方していいのかな、の話になってきますけども、私の一連のまあこうした不可思議なと言いますか、まあ経験ですよね。でそれに対して、それに対してですよ、時々こんな風に言ってくる人がいます。率直に言いますね、隠すことは嫌ですから。林先生は上の人に選ばれた方なんですねって言い方されるわけです。まあね、で私はですねお調子者ですから、調子が良いところがありますから、そういう話を聞くとですね、ふとその気になってしまうところがあるんですよ。え、僕って選ばれた人なのか、あそうか、なんてね、ふとそういうふうに思ってしまうわけです。しかしそれはおごりということになるわけですね。おごり、つまりそういう考え方は持ってはいけないという考え方になるわけです。まあ、そこで私が今日、まあ、そういう話になってきて、まあ、なってきたわけですけども、要するにあのモーゼの10回ですよね。皆さんモーゼの10回ご存知だと思いますけど、4番目までが要するに神と人の関係を説いたものだと言われています。でその第1番目、主が唯一の神であることということなんですね。もう絶対だと、それ以外には神はいないということですね。2番目、偶像を作ってはならないこと、つまり偶像崇拝を固く固く戒めているというわけです。そして3番目にその言葉が出てきますね、神の名をみだりに唱えてはならないこと。神の名をみだりに唱えてはならないこと。ここが重要ですね。4番目もついでに言ってきますと、安息日を守ること。安息日と守備、ロードデイっていうのは英語でありますけども、はい、まずこの4番目は安息日を守ることとあります。で今日のってますか、皆さんにお伝えしたいことは、神の名をみだりに唱えてはならないこと、モーゼの10回の一つです。まあ、しかしこれをどう解釈するかということですけども、まあ、簡単に今日は結論だけ話して皆さんに、まあ、見といてあり終わりたいと思いますけども、私はお調子者ですから、林さん、林先生、あなたは神に選ばれた人ですね、なんてそんな風に言われますとね、私普段はそんなこと全然思ってないんですよ。思ってないんですけども、そんな風に書き込みがされたり、直接そういう風に言われたりしますとね、自分ではあるのまま、あるがまま、事実だけを皆さんにお伝えしているわけですけども、そういう事実を通してね、その人なりに解釈して、そのようにおっしゃる人がいらっしゃいます。コメントなんかにも書いてくる人いますけども、一言お断りを入れましてね、すぐ削除させていただいています。まあ、そのように誤解されるというのは、私の、まあ、意思に反するという部分で、神の名をみだりに唱えてはならないこととつながっていくわけです。つまり私自身がですね、大変強く自分自身に戒めていることはですね、そういう意味で私は、まあ、私たちが神と呼ぶ上の人でいいわけですけども、の名前を出すということについては、大変というよりも、ここ最近は絶対的に自分を戒めています。つまりそれこそまさにおごりということになるわけですよね。
確かに不可思議な経験をし、一連の事件を通して、まあ、普通の人はが経験しないような経験をしているわけですけども、私自身がですね、今この瞬間において神はなんてね、そういう言葉を使ったとしたら、それこそおごりということになるわけです。もっとはっきり言えば、神の名を語る、神を利用する、神の名前によって自分を権威づける、神によって自分の価値を浮かび上がらせるというようなことは、これはしてはならないわけです。それこそ神の意思に反するということですね。それは神の視点で見れば分かることではないでしょうか。神の視点で見るとね、林博士ごときの一階の人間がですね、私は神の代表である、神の代弁者である、なんてことを言ったとしたら、神はそれを許さないだろうなということなんです。で、一般社会ではね、神の名を乱れに唱えてはならないことっていうのは、一般人の世界で Oh God! Oh my God! というふうにして神の名を語る人がいますけども、そういうレベルの話ではないんですよね。モーゼの十戒の中の神の名を乱れに唱えてはならないことっていうのはですね、結局は神はモーゼにこう言ったわけです。モーゼは神に選ばれた方ですよ。いいですか。それは間違えないでくださいよ。そのモーゼに対して、お前は神にまさしく選ばれた人間ではあるけれども、それを選ばれたということを利用して、人を利用、まあ自分の自己利益実現のために利用してはいけないと。つまり神の名をみだりに使ってはいけないと。神の名をみだりに使って人心を惑わし、誘惑し、そしてそれを自分の利益につなげてはいけないと。お前はどこまでも人間なんだよと。生きていくのもお前自身なんだよと。自分で判断して、その前に自分で考えて判断して、自分で責任を取りなさいよということをモーゼに強く強く戒めたということです。まあ、残念ながら私も含めてですけども、私たち凡人に対してね、神の名を乱れに唱えてはならないことって言ってるわけじゃないんですよ。それはもうレベルの違う、レベルの話の内容と言いますかね、レベルが違うということです。ここで言う神の名を乱れに唱えてはならないことといった、神が教えたその相手というのは、モーゼ級の人、神ということですね。まあ人、まあデミゴトだったかもしれませんけども、に対してだということです。つまり私たち凡人のことを言った、あるいは凡人の世界の話をしたのではないということですね。つまりモーゼの立場に立って考えるならばですね、まあ、モーゼはまさしく神に選ばれた人であるがゆえにですね、神はモーゼに十戒の3番目にそれを教えたということになるのではないでしょうか。つまりモーゼよ、よく聞け、お前は神に選ばれた人間である、だからといってそれをいいことにして、お前は神の名をみだりに語って、そして自分を権威づけして、選ぶって、おごり高ぶって、そして人を利用してはいけないよと。だからお前のような人間こそ神の名を語ってはいけないんだよ、特にお前に注意しておく、というようなことで、神はモーゼにそのように十戒の人として、戒めの人として与えたということではないでしょうか。まあ私はね、ずるい人間かもしれませんけども、私たちが神、あるいは神々と呼ぶ上の人という言い方をしますけども、素直に神と言えないところはですね、結局は自分自身の、まあ、ボロボロの人間性というものを自分自身が一番よく知っているからに他ならないわけです。ですから私自身はそういう形で、まあね、林先生は上の人に選ばれた人ですねというようなことを言われますとね、強い強いアレルギー反応って、アレルギー反応はおかしいですね、拒絶反応を示すということになります。つまりもっと分かりやすければ、簡単な言葉のようですけども、
この向こうにはですね、この言葉の向こうにはですね、まあなんて言いますか、人間の到達しうる限界状況の中の中にあるような厳しさというものが隠されているということです。それは厳しいと思いますね。大変厳しいと思いますね。想像を絶する厳しさということにもなるわけです。もっと簡単に言えば、私たちは神というものを信仰するわけですけども、一歩でも二歩でも神に近づきたいというふうに思うわけですけども、神に近づけば近づくほど、同時に私たちは神の名をみだりに唱えてはならないことという言葉の持つ意味がですね、ずしりずしりと重くなるものではないでしょうか、ということを今日、まあね、そういう会話にもなりましたので、皆さんにお伝えしてビデオ代理を終わりたいと思います。皆さんの中には、まあ、ひょっとしたらね、ひょっとしたらということになりますけども、まあ、皆さんの中というよりも日本世界を眺めて見た場合にですね、私こそ神の生まれ変わりであるなんてね、仰々しいいでたちで派手な舞台装置を使ってですね、そしてというような風にして神の中を、神をの代表で、まあ、神の代表というよりも神の化身であるかのようないでたちで、まあ、なんて言いますかね、現れて人を一応指導している人もいますけども、あれはそもそも、あれはって言い方おかしいですね、ああいう人たちはそもそも神の代理人ではないということですね。なぜならば神の名をみだりに唱えているからです。そして神に近いことをですね、つまりはそれを自分の、まあ、妙門、妙理、利益、欲望追求の道具として使っているということで、それ自体がつまりは矛盾しているということですね。神の教えに反しているということです。言い換えると、上の人、神はそういう人を助けませんね。またバカがアホなこと言ってらっていう感じで、神の方が拒絶するだろうということですね。それは同時に、神に近づけば近づくほど厳しい世界に自らを、まあ、導いていくということになるのではないでしょうか。純粋で、どこまでも純粋で、無垢で、どこまでも無垢で、そして人間が持つ現在的な欲望とはどこまでもどこまでも無縁であるということを求められていくということですね。つまり、まあ、まさに神のパラドックスということになりますけども、神に近づけば近づくほど神の名がその人の口から消えるということではないでしょうか、というようなことを今日ある方と話をしていて、私が考えたことです。まあなんかね、面白くないというか重い話をしましたけども、まあ大きなテーマの一つとして考えてみるということですね。まあそういうことですね。決して神に近づいたからといってそれを得意があったり、まあね、不意地をしたり、あるいはというようなことをしてはならないということです。それゆえに大変厳しい世界だということになるのではないでしょうか、ということで今日のビデオであり、中途半端な話で終わりましたけども、これで終わります。バイ。
Mother Shipton is said to have been an English soothsayer and prophetess, according to Wikipedia. The first publication of her prophecies, which did not appear until 1641, 80 years after her reported death, contained a number of mainly regional predictions. It states that she was born in a cave now known as Mother Shipton's Cave, which is operated as a visitor attraction. One of the most notable editions of her prophecies was published in 1684. She was reputed to be hideously ugly. The book also claims that she married Toby Shipton, a local carpenter near York, in 1512 and told fortunes and made predictions throughout her life. 謎の預言者、それがマザー・シプトンです。1488年生まれ、1561年没ということになっていますから、ちょうどダヴィンチの時代と重なります。ここでなぜダヴィンチかということについては、これから説明しますが、まさに謎の預言者です。広し林、浜松シティ、ジャパン。マザー・シプトンの死後、80年もしてから、その本が出版されたというのは、大変興味深いことです。マザー・シプトンは、稀に見る、醜い顔をしていたそうです。で、その予言書というのは、三分子の形で書かれていました。で、その頃、イタリアでは、レオナルド・ダ・ヴィンチが活躍していました。なぜダ・ヴィンチなのか。まあ、それについてはこれから説明することにしますが、その年代グラフをここに示しておきます。上がマザー・シプトンです。下がレオナルド・ダ・ヴィンチです。まあ、こういう関係にあるということですね。が、私はどうしてもこのレオナルド・ダ・ヴィンチに引っかかりを覚えます。その第一が、顔ということになります。醜い顔であったと言われています。みんな、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を裏から操っていた1500年後のキリストということになります。この両者を比べてみるとですね、まあ、大変よく似ているということですね。大きな鍵花、突き出た頬骨、そして顎、耳の下のコブ、そして独特な額ですね。で、まあ、大変よく似ていると。まあ、これは偶然ということになるのかもしれませんけども、まあ、顔が1500年後のキリストによく似ているということです。で、この1500年後のイエス・キリストにですね、大きな帽子をかぶせ髪の毛をつけますと、それはまさしく私たちが持っている魔女のイメージと一致するということです。まあ、これはあくまでも偶然ということにしておきます。で、話を進める前に、もう一度、レオナルド・ダ・ヴィンチを裏から操っていた1500年後のキリストについて考えてみたいと思います。ここに紹介する4人の人物はですね、すべてレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるスケッチ画です。で、顔の称号って言いますか、検証をしてみますけども、顔というのは違いがないという点で同じと判断します。鋭い目、三白眼。それから耳の下のコブですね。表現の仕方も同じですね。そして細い眉毛。そのイボなんかが特に重要ですね。そして目尻の様子、突き出た顎ですね。で、こうして検証を重ねていくわけです。
で、これら4社が同じであると私、林博士は判断しました。この事実を発表してすでに、4年近くになります。鼻の途中がやや膨らんで曲がっているのも、1500年後のキリストの特徴です。レオナルド・ダ・ヴィンチという名前の人間の画家を裏で操っていました。by 林博士説です。その証明もいたしました。で、左の人物が1500年後のキリストということになりますが、右はセント・ジェロームということになっています。で、やはり同じなんですね。耳というのは大変個人差の大きい部位ですから、まあ、指紋のように照合できるわけですけども、セント・ジェロームとやはり同じ耳をしています。まあ、つまりセント・ジェロームなるその、この絵はですね、実は1500年後のキリストの自画像であった可能性が大変高い。あるいはそのように私、林博士は判断しています。違いがないという点で同じ人物と判断します。つまり、左はですね、1500年後のキリストということになりまして、その顔とマダ・シブトンが大変よく似ているということです。なぜここで、レオナルド・ダ・ヴィンチにこだわるかというとですね、その予言の内容があまりにもあまりと言いますか、現在の世界の様子をですね、言い当てているからです。まあ、それについてはこれからじっくりと皆さんに聞いていただきます。ともかくも、ここに出ている4人の人物は同じ一人の人物、すなわち、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家をですね、裏で操っていた1500年後のキリストということになります。で、その顔と、マダ・シプトンの顔がよく似ているということですね。そのマザー・シプトンの予言書をこれから皆さんに紹介します。マザー・シプトンです。この洞窟で生まれ、そしてこの洞窟に住んでいたそうです。で、大変興味深いのが、これがマザー・シプトンの画と言われているものです。まあ、こうした模様が入っているところから、そのように言われるようになったそうです。では、マザーシプトンの予言です。マザーシプトンは1488年、イギリス・ノーフォークで生まれ、1561年に死去した。彼女には若い頃から予言的、サイキック的な能力があった。24歳の時、トビー・シプトンと結婚し、彼女は結果的にマザー・シプトンとして知られるようになった。彼女の予言の多くは、彼女の生存中、もしくは続く世紀の中で事実となった。ここに示すのは、マザー・シプトンが書き残した詩節で、現在にも通ずる予言的な示唆を含むものである。もちろん解釈は自由にしていただいてよい。馬のない車が走るようになるだろう。災難とともに災害が世界を包むようになるだろう。ロンドンではプリムローズの丘がカトリック司教の中心地になるだろう。世界中で人々の思想が瞬きよりも早く行き交うようになるだろう。そして水もまた大きな不思議になるだろう。いかに奇妙でもそれは現実のものとなるだろう。そびえ立つ丘を通して人々は
乗り回すだろう。馬も、ロバも、そばにいない乗り物を、水の下で人々は歩くだろう。乗るだろう。眠るだろう。話すだろう。そして空に人々は見られるようになるだろう。白と黒、それに緑の衣服を着た人々は、偉大な人が来てまた行くだろう。予言はそのように宣言する。水の中で鉄が浮かぶようになるだろう。木でできた船のように。金が流れや石の中で見られるようになるだろう。まだ見知らぬ土地の中で。英国はユダヤ人を認めるようになるだろう。このことをあなたは奇妙に思うかもしれないが、事実だ。ユダヤ人は一度は軽蔑されるが、クリスチャンになり、生まれるだろう。ガラスの家ができるようになるだろう。英国で。しかし、何たることだ。戦争がやってくるだろう。異教徒とトルコ人がそこには住んで働く。ここに述べたことは激しい闘争となり、人々の命を奪うようになるだろう。このようにして北が南を分け、わしがライオンの口の中に作るだろう。税と血と残酷な戦争がすべてのつつましい人の家にさえやってくるだろう。素敵な陽光が輝くフランスでさえ三度血のダンスを演ずるだろう。人々が自由になる前に三人の独裁者をフランスは見るだろう。連続して三人の支配者がそれぞれの王朝から生まれるだろう。そして最も過酷な闘争が終わるとき、英国とフランスは一つになるだろう。英国のオリーブはドイツのツタと絡みつき、婚姻するだろう。人々は流れの下や上を歩き、人々の夢は満たされるだろう。これらの不思議な日々の中で、女たちは男のような衣服やズボンを着て、髪の毛を切るような狂ったことをするようになるだろう。魔女が今、箒に乗るように、人々は金属音を発する乗り物に乗るだろう。人が上に乗っている吠える怪物が緑の穀物を食べるように見える。人々は今鳥が飛ぶように飛ぶだろう。そして馬や工作を使わなくなるだろう。それらは皆が見るところのものになるだろう。確かにそうなるだろう。愛は死に、結婚も止まるだろう。国々は子供が減り、衰えるだろう。妻は猫や犬を可愛がるだろう。夫たちは同じように豚を可愛がるだろう。私は行くことを知っている。私は自由だ。私はそうなるだろうことを知っている。このことは秘密にされるだろうというのも、後の王朝によって見つけられるだろう。酪農のメイドや
快活な少女は大きくなるときもこの書物を足で蹴るだろう。そして男の子供がこの書物を読む前に女たちは五世代世代を繰り返すだろう。それから毎年これが繰り返されるだろう。鉄の怪物が恐れを震わすまでに羊の皮、言葉とペンとインクを食べる。人間は考える時間を与えられる。このことが現実になったとき、人間はこの予言を読むだろう。が、一人の男が他の人を喜ばせる。だから私はこの書物を無駄には燃やさない。印は皆が読むところのものとなるだろう。男が最も憎むべき行為をしたときに、男は優しい命を滅ぼすだろう。彼らの妻に対してそうするように。人間が貪欲だけを考えるようになったとき、殺人が横行し、残忍な行動が起こる。人々は眠ったように歩き、人は見ない、覗かない。そして、鉄の人も、続く人も、鉄の車も、乗り物も、眠ったように歩く。王は、偽りの約束をし、人は、話すためだけに話し、国々は、恐ろしい戦争を画策する。今まで見たことのないような戦争を。税金は上がり、活力は衰退する。国々はいつも眉をしかめる。しかし、もっと大きな印を見るだろう。人が末期に近づくにつれて、三つの眠った山々が同時に息を吹く。泥と氷と死を吹き出す。地震が町という町を飲み込み、まだ見知らぬ土地を飲み込む。キリスト教同士が戦い、国々はため息を漏らすが何もしない。黄色い人々が力を得るだろう。彼らが偽ったところの力強い熊から。これらの力ある熊は失敗するだろう。彼らは世界を二つに分けることに失敗するだろう。が、彼らの行為から危険が育ち、起こり病が生まれ、多くの人たちが死ぬ。そしてこの病気には治療する薬がない。なぜならこれは雷病よりも悪いから。おお、その印を皆が見る。真の予言の真実を。1900年と26年の間、人々は藁と棒で軽い家を建てた。それからひどい戦争が計画され、人、剣が土地を払うだろう。絵が生きているように滑らかに動く。魚のような船が海の下を泳ぐ。鳥のような人間が駆け巡る。世界の半分が血の中で深くずぶ濡れになるときに。その世紀を生きる人にとっては、恐れと震えの中でこれが続くだろう。山や隠れ家に逃げ、沼地や林へと逃げる。嵐が吹きすさび、海は吠える。
ガブリエルが海や波打ち際に立つときに、そして彼が魔法の角笛を吹くとき、古い世界は死に、新しい世界が生まれる。恐ろしい竜が空を横切り、世界は六度滅ぶだろう。人類は震え、そして怯えるだろう。なぜなら六度を予言が予告する。七日と七夜、人間はこの恐ろしい光景を見るだろう。潮は人々の知識を超えて持ち上がり、海辺を洗い去り、その後、山々が吠えるだろう。地震が平原を切り裂き、海に変えるだろう。洪水は流れ込み、恐ろしい音で大地を洪水で満たす。人間は泥の沼地で怯え、仲間の人の周りで歯を剥いてうなる。彼は歯を剥き出し、戦い殺す。秘密の丘に秘密の食べ物。恐れで象を、彼はこう嘘をつく。略奪者や泥棒やスパイを殺すためと。多くは恐怖におののき、洪水から逃げる。血の中で殺し、レイプし、嘘をつく。そして人間の手による吹き出した血は、多くの大地を汚し、傷つける。竜の尾が去ったとき、人は忘れ、微笑み、そのまま生きる。自分を自分に適合させる。遅い、遅すぎる。なぜなら人間は見捨てられた運命を手に入れるから。彼の仮面の微笑みは偽りの偉大さ。それは神々にとっては怒りの混乱となるだろう。そして人々は竜を戻そうとするだろう。空を光らすため、つまり竜の尾は割れる。大地の上に大地は引き裂かれる。人は王も漁師も農夫も皆逃げる。しかし、ゆっくりと人々は道から外れる。少なくなった水の源泉を探すために、やがて人々は喉が渇き死ぬ。太陽が山から波打ち際に昇る前に。大地は裂け、さらに新たに裂ける。あなたはこれが奇妙だと思うだろう。しかし、現実にそうなるだろう。どこか遠くで、遠く離れた土地で、ある男たちが小さな集団だが、彼らのソリッドマウントを離れ、大地を橋渡しする。教えるために。誰がこの読解不能を生き抜くか、そして人間を再び始めるか、そこにある大地の上でではない、大陸だなか荒涼とした乾いた不毛の地で。そこでは誰も死なない。竜の尾が通り過ぎたとき、どの大地も沈まない。が、腐った野獣と人間の肉体の、そして乾いた植物の悪臭の中で人々は転げ回る。海から起き上がった大地は乾き、綺麗で柔らかく、自由、人間の汚れもなく、それゆえにそれが人間の新しい王朝の源泉。そして、殺
これらの人々は生き、恐れる、何年も間、竜の王、しかし時が記憶を消す。あなたはこれを奇妙だと思うだろう。が、このことは現実のものとなる。種族が新しく作り変えられるとき、銀の蛇が見られるようになる。見知らぬ者のように人が現れる。今や育った大地と混ざり合うために。その熱と、これらの人間から育った人々が未来の人間の心を照らす、混ざり合い、そして人々にいかに生き、いかに愛し合うか、わたえ合うかを教える。二番目に子供たちを見るだろう。自然のもの、それゆえに彼らは優雅に、質素に、彼らは成長し、そうなったとき、黄金の時代が新しく始まる。竜の尾は印でしかない。なぜなら人間は滅び、衰退するから。そしてこの予言が成就するとき、私は鉄板の上で焼かれる。私の体は骨壺に入れられ、魂は解放される。あなたは私の話をほら話と思うかもしれないが間違っている。これらは私の身に起こったこと、この予言は実現するだろう。以上がマザー・シプトンの予言ということになります。まあこの予言をですね、どのように判断なさるかは皆さんの問題かと思われます。現在は2016年10月ですから、現在という時点で過去、そしてそれに続く過去を振り返ってみるのも、これまた楽しいのではないでしょうか。マザー・シプトンとレオナルド・ダ・ヴィンチ、もちろん関係あるという証拠はどこにもありません。ただ、まあ、こうした未来を見渡す力をですね、持っていたのは、まあ、他に、と言いますか、レオナルド・ダ・ヴィンチ以外に私は知りませんので、何かしらそこに両者をつなぐ細い細い糸があるように感じます。皆さんはいかがでしょうか？左がマザー・シプトンです。右が、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を裏で操っていた1500年後のキリストということになります。その両者は大変よく似ているということですね。ということで、今日はマザー・シプトンの予言を取り上げてみました。1500年後のキリストの顔に帽子と髪の毛をつけると、それはまさしく魔女の顔ということになります。